Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Takuji to aruku 25分。行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間。拓司と歩く25分。何を見つけ、何を話し、誰と出会うんでしょう。さあ、今朝も拓司さんのお散歩について行ってみましょう。おはようございます。坂口拓司です。おはようございます。妙高院雅子です。拓司と歩く25分。リサーチなし、打ち合わせなし、台本なし、インタビューなし、グルメリポートなし、編集なし、反省会なし、予算なし、8つのなしで番組をお送りしております。先週から歩き始めました。福岡市東区の人工島の手前、柏浜北公園から歩きまして、柏浜三島片来橋を通って柏テリハ、そして愛鷹橋の途中で先週は番組のエンディングになりました。はい、愛鷹橋から歩いていこうと思います。福岡市東区のベイエリアにある橋で、アイランドシティと柏浜を結んでおります。全長が430メートル、幅が4メートル。2013年に開通しました。歩行者と自転車は通行できるんですけれども、原付バイクなどは通行はできません。さあ歩きましょう。はい、風が頬に当たっておりますね。はい、潮風が、ちょっと歩くとちょっと汗ばむような、そんな陽気です。はい、この愛鷹橋は公募で決まった名前。よくありがちですね。あのテレビのワイド番組もそういう名前になったりしますけど、まあ愛鷹橋ね、当たり障りがないっていうか、結構応募数は多くて困ったんじゃないかなというふうに思いますけれども、この橋の真ん中あたりにも展望所みたいな休憩できるところがあるんですね。ところどころに降りられるようになってるんですか。降りられる、少しだけ見えます、ね、少しだけか、あ少しだけ、まあ、50センチほど下に降りられて、はい、2段の、まあ、海面が近いようになっているというところですね。別にここから覗いても、ね、生き物が見えるという高さではないんですけれども、まあ、気持ちだけでもね、うん、海に近づくことができましょうということですよ。ほら高層マンションが見えてきた。高いですね。やっぱり48階建てがトン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 、あそこ3つだったはずだから、 1,2,3,4,5,6,7,8、 8つあったらね、40階ぐらいの感じが、見栄えがいいね。坂口さんも一部屋、誰がですか本当に。じゃあ今日はゆとりがあるんで一棟丸ごととか言ってみたいですよね。私がジェフ・ベソスあたりぐらいだったらそういうこと言えるんですけれど、うん、今日は気分が乗ったんで2棟行きましょうとかなんか言ってね、言いたいですね。そんなことを話しております。愛鷹橋を、はい、歩いておりますけれども、だからこちらと人工島、アイランドシティの方と霞ヶ丘はやっぱり、趣が違います。新しい町と古い町っていうのもありますし、やっぱりね、霞ヶ丘というと、はい、私は柏市花園だね。ああそうですね。ああ亡くなってからこうありがたさに気がついたっていうか、確か霞ヶ丘の7丁目です、柏市花園があったところはですね、最後はいろいろ名前変わりましたけれども、柏市花園シルバニアガーデンという名前で、閉園の前はそうだったと思います。令和3年2021年の12月の30日で閉園しまして、ニュース番組などでも伝えられました。
なかなかね、はい、あの植物が豊かに育ってて、しかも中に遊具があるっていうところはなくてね、例えば福岡市内でも福岡市植物園という公営の公立のものはありますけれども、遊具がやっぱないわけでしょ。あ、そうですよね、で子供を、まあ、連れてった時に、まあ、必ずっていうか求められますからね、遊び道具っていうか、だからね、助けられました私も、ちっちゃい子連れて、もうちょっと頑張ってほしかったなっていうふうに思ってるところですけれども、今あのアウトドア関係のものは、できてましてね。そうですよね、はい、これも一応契約期間というのがあるでしょうから、その後はいろいろ形を変えていくのかもしれません。愛鷹橋のもう半分あたりまで来たんでしょうかね、はいはい、またあの展望のスペースがありまして、これはだから一箇所がほぼ満員状態だったとしても、はい、次の展望スペースに行けばなんとか見ることができますから、いいですね。西側と東側にそれぞれありまして、両方楽しむことができるようになっております。はいはい、ちょうどこの周回コースは3キロ弱ぐらいだから、うーん、歩数で言ったらどうなんだろう、7000歩、そうですよね、6000歩、そう、あ、かないぐらいでちょうどいい感じになるのかもしれませんね。まあ、あのお年寄り65歳以上の方は今一生懸命あの特に頑張って歩いてらっしゃるでしょうけれども、1万歩は歩きすぎなんだっていう説がありますね。あ、そうですか。8000歩とか7000歩ぐらいに留めておいた方がいいと。あ、そうなんですね。で、いろいろあの数値もね、例えば脈拍の数も、測って血圧も測定してから動き始めた方がいいっていうなんか慎重な説もあるんですけれども、どうでしょうかね。あ、ここは展望スペースが小ぶりなもので椅子までありまして、これはゆっくり、座れることもできるって見かけ石でできた。よいしょ、そうですね、思わずよいしょって言いたくなりますね。腰を下ろしてよいしょって言いたくなります。さあ、愛鷹橋後半でございます。もうあと数百メートルで愛鷹橋渡り切るっていうことになるでしょうか。渡ったところは福岡市東区の霞ヶ丘っていう地名になります。自然の石を護岸に使ってますんで、とても生き物に優しいような作りになっております。愛鷹橋あともう20メートルほどで、柏浜に、渡るところであります。はい、はい、愛鷹橋渡り切りました。平成24年12月に竣工された橋です。左に曲がったら柏火炎前駅、西鉄のこれは駅ですね、550メートル、右に曲がったら三島水域周回ルートと、この三島水域、周回ルートに行くわけです。はい、自転車に追い越されました。はい、はい、そうですね。ここも整備されておりまして、これあのね、はい、こんななんか散歩コースってあの妙高院さんのところであります？住んでるエリア。いや、ないですね。この散歩コースはね、散歩コースが売りになりますね。あ、そうです。いや、もうセールスポイント、歩かないともったいない、もったいないですよね、空間が。はい、本当にそうね。あの御朱印状とかもらわなくても、はい、なんかあのスタンプラリーとかしなくても、ここは歩きたくなりますよね、もしもお住まいだったら。もったいないですね、歩いてらっしゃるだけ。遠く見てください、ほら、板付け空港に今まさに着陸する航空機が見えますね、視界の遠くに。だから着陸の時は右からこう左に行くわけですね。鹿の島から入っていくでしょ。で、ね、あの帰ってくる。あ、いいな、絶景、飛行機まで楽しめるやん、最高ですね。最高のエリアですね。あ、ショッピングもですね。私この散歩コースに来たのは初めてなんですけども、はい、あの噂以上ですね、これはね、本当、便利だし、そうですよ。で、あの遠くに見えるのはショッピングセンターでしょ、あれ、ね、そうですよ、とても有名なスーパーマーケットの、はい、大きな全国チェーンでございます。はい、
駐車場もいっぱいでしょうしね、まあ、様々な利用の仕方でこれは味わっていただければというふうに思います。霞ヶ丘のエリアを今遊歩道を歩いております。霞ヶ丘というのは香る住む丘と書きまして霞ヶ丘、大規模に開発された住宅地でありまして、まあ、昔は一戸建てのエリアだったんですけども、最近は集合住宅もあります。閑静な住宅街に変わりはありません。霞ヶ丘は1丁目から7丁目まであります。2023年の空き家状況っていうのを、野村総合研究所の調査で、この前報じられておりましたけれども、空き家率がですね、この2033年およそ10年後に、27.3% になるっていうふうに、推測されてるんですよ、計算上ですね。この辺りは世代交代が着々と進んでまして、だから新しい家がどんどん建ってますね。だからもうローンを支払い終わって、次のお子さんの代とか、ひょっとしたらお孫さんの代になっていろいろ考えあって新しく建てられたっていうお家もオープンハウスもありますね。オープンハウスも、そうそう、不動産がだから動いているっていうのがこれよくわかりますね。砂浜もあるエリアに、ここはだ子供遊べますよね。これいいですよ。なんかすごいライフガードはおりませんので気をつけないといけないんですけども、まあ、自己責任でね、お子さん本当に穏やかな、そうそう、内海ですから、もう確実ですからね、これはいいんじゃないかなというふうに思いますね。私たちは実は4月の今ロケをしておりまして、4月の中旬のロケなんですけども、見事な藤棚、紫色の、そうですね、これ鑑賞するだけではなくて、藤というのは食べられるんですね。知らないです。天ぷらとかにして、あれですか、葉っぱですか。いやいや、花、お花のとこですか。私ある料理研究家から伺いまして、そんなバチ当たりの食べ方していいものかというふうに言ったいいんだよっていうふうに教えてもらいました。どんな味がするんでしょうか、どんな、まだ香りもねするかもしれませんけども、少しだけは、霞ヶ丘のエリアを、三島崎のエリアに向かって今歩いております。カシーカ園ね、のことも思い出しながら、そうですね、歩いております。広すぎてね、カシーカ園っていうのは、子供はどこでも行くじゃないですか、あそこね、3万坪から4万坪の間に行った、4万弱ぐらいの坪数があるんですよ、だからね、もう本気で子供と対応したらもう1日で疲れるっていうキャラクターショーとかちょっと来ていただいて、そうなんですよ、もう休まないと大変なエリアでしたからね。霞ヶ丘の思い出をとかみしめながら歩いておりますけども、ここは文京地区でありましてね、福岡女子大学とかね、だから九州産業大学もお隣のエリアになりますよね。あれは松花台ですよね。福岡女子大学霞ヶ丘の1丁目ですよね。あと、名門霞ヶ丘高校なんていうのもありまして、それから体育館とかもありますんで、なんか娘とか息子が試合に出るのに、見学に行ったことがありますね。思い出の地ですね。懐かしいですか。懐かしいですね。霞ヶ丘のエリアの、遊歩道を今、三島エリアに、坂口さん、カシーカ園の跡地が今文字が見えてます。向こうにゲートが、あらあら、あ、南ゲート、今ドッグランになってんの。本当だ、カシーの浜ビレッジっていう、だからアウトドアの関連施設になってるっていうのをちょっと見に行こうかな。ちょっと急に見に来ちゃいましたねすいません ね、 ここちょっと今コースアウトしております遊歩道コースアウトして、ここはね、こっちが三島崎方向の、だから駅じゃない方の入り口だったと思います。ここ駐車場、南ゲートの方ですね。南ゲート側に今ドッグランになってんだ。へえ、ワークパーク、
ここがドッグランだったら犬は嬉しいでしょうね。そうですね、かなり広いですよ。今のドッグランは各所に、ええ、有料のものが開設されて流行ってます ね驚きですよ。もう犬をリードを外して走らせるっていうのが有料っていうのが、私昭和の人間にとってはちょっとって思うんですけれども、確かにそうですね。だから囲まれたエリアでもう思い切り、友達と犬の友達ですよ、うん、遊びなさいっていうのにお金かけてやらなくちゃいけないっていう、もう時代になっているっていう、もうどこも流行ってますね。私散歩コースで福岡市の西公園歩いたりするんですけど、はい、西公園のドッグランももう満員御礼で、うわー、そうです、きっとあれでしょうね、犬のワンちゃんの足にも優しい、また、あ、そうですね、下がなったりしてるんでしょうね、うん、芝が植えられてたりね、売店がすごい充実してたり、そうなんですよ、有料ですか、有料ですね、そういう状態になっております。まさにこうお犬様レベルっていうか、はい、私が田舎で飼ってた犬は、はい、人間が食べた食べ物の残りを食べておりましたが、もうそういう時代ではないです、ね、しかも鍋で揚げてましたかね、そうですね、そういう邪険な扱いをしておりましたが、今やそうじゃないんですね。じゃない、そうなんですよ。しかも外で飼っておりましてね、そうですよ、犬小屋っていうのがありまして、もう今考えたら台風の時もそこにいたりしましたんでね、いましたよね、ずいぶん冷たい仕打ちをしました。もしもね、出会えることがあるならお詫びをしたい、ね、申し訳なかったねって冬の寒い日も、そう、ね、そうですね、室内外とか考えられない時代でしたからね、まあ時代は変わってきたっていうことでしょうか、そんなことを言いながら、はい、浜辺のすぐ横の遊歩道を歩いております。この浜辺が10メートル以上ありまして、こういう砂浜って大体漂着物とかで汚いところが多いんですけれども、ほぼないですね。ゴミがないですね。ペットボトルなどの容器とか、あるいはね、どこか外国語が書かれた洗剤の、空き容器とか、そういうのはないですね。全くない、やっぱり。だからお掃除が行き届いているっていうか。そうでしょうね。すごいね。まあ、地域住民の方もね。意識高くなんか清掃活動参加されてるのかもしれませんけれども、霞ヶ丘エリアを今三島崎のエリアに向かって歩いております。はい、右側は砂浜、そして私たちは遊歩道、左側は豊かな植栽、緑に囲まれたところで、はい、だから緑と海に挟まれながら散歩をしております。今日はね、久しぶりにいい仕事だなと思いました。久しぶりにって言わないでくださいよ。ハードなやつが多いじゃん。そうそうそう、もうハードなやつが多いですよね。私の地図の見間違いで申し訳ないことでございます。よかった、もう全部もうほぼ平坦ですから、足に負担ないっていう、動かしているのは口だけっていう、そういうことですよね。安心安全な今日はコース設定でアイランドシティと柏浜の周回コースをですね、今日は歩いております。はい、ここはね、まあどこの、まあ、毎週おすすめなんですけども、今日のコースは先週に続いて特に散歩おすすめですだと思いますね。ここは気持ちがいい。夏休みとか何もすることないとか、はい、ね、今度連休なんだけどどこ行こうかっていう時に、思い出していただければこれはいいと思いますよ。ポイント高いと思います、はい、豊かな気持ちになれます。しかもこの遊歩道は通行料無料ですから、そうですね、入場料もありませんから、これは大きいですよね。もう少し歩いていきたいと思います。はい、はい、遊歩道は、アスファルトではない、歩きやすい舗装になっておりまして、今度は自然石を利用したエリアになりました。足にこう当たりがやはり柔らかくていいですね。これかつてもあった、これは海岸べりのコースです、
若葉の団地が見えてまいりました。これも相当古くからある団地ですよね。ここは高段かな、三島崎も高段ですよね。加市ってあの、まあ、古くから副都心で、はい、住民の方若い方が結構多くって、まあ、九州大学が昔六本松にあったっていうこともあって、割合そのこの辺り加市浜古い方の加市浜とか、三島崎とかこの若葉辺りは外国人の方がいらっしゃった、九州大学の研究者とか九州大学の留学生とかが、あの家族でねお住まいになってた、割とそんなエリアなんですけども、よいしょ、歩き進めております、はい、砂浜を見ながら、はい、いいですね、いいですね。これはこの場所は降りられるんですね、はい、降りられそうです、降りられそうです。無理やりはいけませんからね。はは、結構これは、これは潮騒が内海なのに波がちょいとだけ出てきたという、まあ風があるからでしょうか。先ほどに比べたらね、ちょっと強い風が時折吹くようになりました。はい、ちっちゃなお子さん連れでここ賑わうんでしょうね。そうそう、いいですね。あ、遠く右奥の方に、はい、1周目でご紹介した三島神社の鳥居が見えました、はい、祠もあるでしょ、あの右側、岩場の上、あ、鳥居があってちょっとした祠があって、はい、30メートルぐらい右側に祠があるでしょ、はい、岩の上あります。ちょうど海面に、そうなんですよ、浮かんで見えますね。だからこれは歴史ゾーンの、これは中心的な存在なわけで、三島ゾーンね。あ、これ、はい、はい、歩数は2041歩。なんで伸びたの2041ですか。また私たちが気が小さいから小股で歩いたんでしょうか、そして距離は 1.12キロ、1.1、はい、はい、そして67キロカロリー、67キロカロリーですか、はい、第1週よりは伸びました、福岡市東区の加市浜北公園から周回コースを歩いておりました、加市浜、三島、片来橋を渡って、加市テリハ、そして相高橋を通って霞ヶ丘に渡って、今もうちょっとでおそらくは三島崎のエリアだと思います。今週はこの辺で。歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。Tokyo Music Lab Music Trivia you can use starting tomorrow. Kay, do you know Aerosmith? Of course I know.Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What?
Regular distribution every Monday and Thursday, and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.